第2グランプリファーストレースは軽量級縛りです。みんな軽量級ですね。マシンとかそういうのは全然何でもいいんだそうです。さあ行きましょう。めっちゃ左向いてるのこの子おえよ、かわいいな。英語表記だとシャイボーイ、シャイガイ、シャイガイ。かわせるか、無理かな。ダートに入っちゃいましたね。ダート入ってもあれなんだな、軽量だと緩いですね。ダートの入りが多少あれができます。余裕がありますね。重量で入るともっとね、ダートに入りっぱな。うわ、えぐいな、その緑反射。うめえ緑反射がえぐいことをよく知っている。あれはかわせねえんだよな。軽量ってすげえ操作難しいな。全然うまくかせんぞ。おらおら前から後ろから。緑原さん、あれはかわいそうだな。ジョーイ、それはどうしようもないですね。やべ、安定のデスコン率である。みんなありがとう。安定のデスコン率。ここでね、走る人たちはね、俺のそのデスコンの事情とか知らない方多いと思うんですけど常にね、1回被弾すると3回は被弾するって言われてるからね。あー、またレナさんが1走っちゃってますね。ちょっとこの位置からだと追いつけないんじゃねえかな。ちょっときつそうだね。まあ頑張るけどさ。コインは5枚か。ここの木の位置は辛いな。やべやべ、トゲ来てくれてるんだけどね。ちょっと距離が離れすぎてるかな。やばいな、この赤俺に来るんじゃねえか。あぶねえ、助かった。だね、オラオラセベラさん食らえ。何、ファイヤーボールでミドラさんに行っちまった。これ抜かれるな。これしょうがないね。うわー、6位か、しょっぺな。トゲフケ1位、すげえな。あ、違ったわ、違った、バルさんが1位だ。てっきりあれかと思いました。さあ波乱の展開なのかどうなのか。セカンドレース、平方鉱山かな。うん、シャイガイマウンテンですね。いや、平方なんだったかな。とりあえずシャイガイは覚えてるんだけど正式のコース名がわかんねえ。ここはね、難しいコースですよ。よくね、ここダート入っちゃうんだよね。いいんで、うわー、曲がりやすい。なにこれ、あのバナナ危ないっすね。ここのコイン3枚取りたい。まあそうですよね、バナナどこ行った。バナナ、みんなやっぱ軽量だから軽いな。おお、マジか、どうした。いつもそんなアイテムに恵まれない俺が、なんか急にいいアイテムが。でもまあトゲ来ちゃうんだな、赤来ちゃうんだな。これはしょうがないですね。まあ落ち着いて、怖え、よいしょ。ここもね、膨らんじゃう。おーっと、思った通りに走れない。投げてくるかな。この距離だったらこの角度なかったんだよな。とりあえずついていくこととコイン集めることですね。ここはピョンピョンしていいんだっけ。オッケーオッケー。また赤来る。そう、赤消しする前になんか壊れてくれたな。また距離が空いちゃいましたね。ピョン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 できない。心はピョンピョンしていくけどピョンピョンできない。後ろも潰しつつ、あ、オッケーオッケー、後ろで潰しちゃってくれましたね。ちょっとバルさんが抜けたな。トゲ来ねえかな。トゲ来ねえかな。とりあえずコイン10枚ですね。赤か、これでプレッシャーをかけていきましょうか。じゃあ、やべ、ダートった、やらかした。ああ、追いつかれたな、怖えな。前に投げなかったか。メガホンでドン。とりあえず後続は離しておいて、また赤来た。今度当たるか、今度は当たるのか。ちょ、当たってあげちゃったっていうか、ラグで一緒に当たった。うん、相変わらずのこの展開だな。じゃあ相手も取れない、終わったここに来て2位走っててね、好調に2位走っててこうなるんだよね俺いつもおー、今度はなんかバルさんが2連続1位なんじゃねえの。でも待って、今日おかしいな、同じ人がこんなに1位取るゲームじゃないんだけどな。キノコ、そうか、ほら、
あ、とりあえず3位に入れたか、よかった。トゲくんのがちょっと遅かったですね。赤コーラだよ、赤コーラ。あれか、合わせねえよ。第3レース、セカンドグランプリ、サードレースは、虹。マリオカート8のレインボーロードですね。ここ難しいんだよな、走り方が。そして長いんだよね、ここはね。最初コイン集めるかな、集めれるかな。ちょっと、軽量だからね。あー、軽量すげえ曲がりやすいな。なんだこれ。とりあえずついていこうね。お、空中でもあれできるんだ。できるか。あー、ちょっときついのか。でもやっぱりやん、あー、いい勝負ですね。俺は今ダート入っちゃってたからな。二人してコインね。SS いただきまーす。ほいやー。コイン取って、アイテム取って、あー、出た出た。1発ってとこうなんだよな。あのね、防御アイテム系が出ないんだよね、俺。1発ってと。そして必ずトゲが来るんだよね。やめてくれよ、そのジンクスは。フラグは立ってしまったけど。なんでかな。本当に。本当にこんなんすよ、毎回。まあ、これがマリオカート8の楽しいところでもあるんだけどね。なんでそれしか出ないのみたいな。あ、これまずいよ。跳ねた跳ねた。軽量級難しい。お、2位は、しずえさん？お、やっと出た。防御耐性緑。さあ、このまま。なんかね、虹のレナスって言われてるらしいんですよ、レナスさんが。虹多分得意コースなのかな？はい、来ました。好きだね、ほんとね。うぅ、危ねえ、抜かれて。ない。セーフ、セーフ。危ねえ。斜め緑を当てていく。まだまだ、こっからこっから、トゲ食らっても1位になるんすよ。モッティさんが、その赤コーラ多分アイテム交換で投げるんで、それが1位のコーダさんに刺さって、でも、多分ね、アイテム交換するんで、あ、OK。これでバナナで防ぐんで、俺はキノコ、もう一回赤か。こうなると、ここのアイテム交換で多分投げるじゃん。アイテム取れないだと？まずいぞ。結局2位か。いつも1位取れねえんだよな。いやー、もうこれがね、生放送の時からずっとこの展開なんだけども。これがマリオカート8の楽しいところなんですけどね。セカンドグランプリファイナルレースは、やべえ、コース名がわかんねえ。とりあえず砂漠のコースですね。ごめんなさい、あれがわかんないです。コース名が。すごい苦手なコースってのはよくわかってます。みんな軽量系だからかわいいな。ここにコインが出てくる。2枚取る。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。セーフセーフ。あー、でもおお、のこのこ重い。てかやっぱり押されるとだいぶ重いんだな。だいぶラグってんな。大丈夫か。軽量級だから結構インクついても大丈夫かな。うー、そのバナナダメ。置いちゃダメよ、影坊主さん。ダメダメ。あかんやつです。あかんやつですよ。うっ、怖え。前攻めれねえな、でも、この状況じゃ。とりあえずインで2位に出たい。オッケー。ここで斜め当てを。うわ、怖え。あ、うん、もう後ろが赤引いたらしょうがねえ。多分防御耐性緑のままでいくと思うんだよね、当分ね、レナスさんはね。だから俺が引かなきゃいけないのは、そうそうそう、こういう攻撃アイテムですね。やばい、うわ、そっち行った、どっち行った。やめて、影坊さん、なんか強化されてるけど、バナナが。やめて。オッケーオッケー、よし、この勝った。トゲも来た。なんで当たっちゃうかな、かわしてるつもりなのに。ダメじゃん、これ。あ、待って、そのメガホンあかんやつじゃないの。あぶねえ。影坊主さんが追いついてってくれれば、メガホンでドンってなるんだけど、レナスさんそのまま逃げたな。
防御耐性緑、これはちょっと届かないだろうけど、壊して、危ねえ、反応してよかった。後ろもちゃんと来てるからな、トゲ来てんのに、これはいらん。まずいね。いやーこれダメだな。そうなっちゃうか。ダメだね、これはつまり抜けないってことですね。いや、いけるかも。2キル、うおい !3 だちょっと待ってくれ、よかったわ、そのトゲが俺に来なくて。うーわー、また3位、2位、1位取れない病5月病みたいだな、ほんとに。1位取れない病半端じゃねえぞ。39点。バルさんがやっぱりあれですね、ずっと抜けてたんで、1、2レースでそのまま1位もぎ取った形ですね。また相互にほんと1位取れない病、やだわこれ。第1グランプリこれ取れなかったんだけど、第2グランプリこれかっこいいよね、この終わり方。コングラチュレーションズ。